私は長い話が嫌いだ。で、1話からすっ飛ばし、幼少期の訓練を飛ばした上で、ヒロインズをちゃっちゃと登場させ、学園に入学した上で特殊特待生になり、交流戦で人間に紛れていたマズコダンス、という普通のアニメの3話分を一気に消化したような最高のアニメ、失格門の最強賢者。原作ファンにはさぞ不評かと思いきや、意外とこのスピード感に好意的な意見が多く、ネタとして展開の速さを楽しんでいる不思議な雰囲気が生まれています。ある意味すげえですね。配信サイトなんかでも上位に顔を出しており、異世界物の強さを改めて感じますね。ちなみにですが、原作の売り上げは500万部という化け物みたいな作品で、賢者の弟子を名乗る賢者135万部、現実主義者の王国再建記200万部らしいので、圧倒的な原作の強さがアニメの人気を牽引しているのかもしれません。さて今回は物語の根幹となっている4つの紋章の解説と、マテアスが転生した理由をご紹介していきます。4つの紋章、すべての人間が持つ魔法の性質を特定する因子、手の甲に刻まれており、紋章の形によって4種類に大別される。これが完全に出生ガチャで生涯変更されることはない。このことがマテアスの前世、ガイアスが転生する要因となっています。まず栄光門、第1問。武具の生産や魔法の効果の付与など、戦闘のサポートを独立する生産特化型。戦闘力は4つの紋章の中で一番劣る紋章で、完全に外れかと思いきや、まともな訓練をしない状態で比較すれば、栄光門が一番強いという性質を持っている。霊障魔法の影響及び魔法理論そのものの対価による大幅なレベルダウンにより、魔法戦闘に最も適した紋章とされている。王侯貴族では、アドトリは栄光門でないといけないという決まりまである。マティアスの前世ガイアスとルリーや、出てくる人間側の偉い人はほぼ栄光門となるのではないでしょうか。ジョーマモン、第2問。威力特化型の紋章で訓練すればするほど効果力の魔法を使いこなせるようになる威力特化型。剣よりも弓との相性が良く、矢に魔法を乗せて放つことで貫通力や威力が増大する。現在の世界でごく普通の紋章扱い。アルマがジョーマモンで、まるでアルマのために作られたような設定の紋章というのは言ってはいけない。ショーマモン、第3問。連射特化型の紋章で訓練するとある程度の火力を持った魔法を連発するようになる。連射特化型。主要人物でこの紋章を持っている人物はおらず、アニメでさらっとカットされた中には何人かいるっぽい。ある意味一番の失格者。マテアス・ヒルデスハイマー。マテアスの父が小魔門だが、アニメでは語られていません。失格者、第4問。上魔門並みの火力と小魔門並みの連射性能を持つ、戦闘に最も特化した紋章。マテアスが狙っていた近接戦闘特化といえる紋章。貴族の跡取り選定基準に失格者であることで大幅なマイナス点が入る項目があったり、なぜか非常に冷遇されている。ちなみに、昔は魔法学校のすべてが入試の条件として、第一問でないことを提示したほど、一番最弱な紋章でした。と、超冷遇されていたので、第一問の歴史を妄想すると、よかったね、第一問、と思わざるを得ないのですが、どうでしょうか。出生ガチャって怖くないですか。マテアスの時代でも貴族の子が失格者だったらいなかったことにされるとか、かわいそうなことがあったら嫌だなぁ、とか、妄想してしまいますね。血液型より確率で選べないですからね。マテアスが転生した理由。さて、前世で最強を極めていたガイアスさんですが、なんでまた転生をすることにしたんでしょうか。生産系特化型の第一問でも昔から無双していたガイアスさん。彼は1000年以上の時を生き、賢者や先人と称されるほどの圧倒的な力を持っていたが、やがて来るであろう宇宙にいるさらなる強敵に対してどうあがいても力不足になると考えた。そのため自身で開発した転生魔法を使い、1000年後に転生しました。多分フリーザ様クラスの敵と戦うことを想定していたのかもしれません。ナローのラスボスは大体神様ですが、宇宙にいるさらなる強敵というのは珍しいかもしれません。ダイジェストで人気の失格もこれからも応援していきたいと思います。高評価、チャンネル登録お願いします。